キーナの305号室に到着しました。行きましょう。見てください。入ってすぐ左側は靴箱ですね。ではご案内いたします。まだ新しい匂いがしますね。どうぞ。で、入っていただきます。工事中なんですけど、二口コンロがついてます。で、入ってすぐ左側が収納たっぷりのキッチンですね。上にもしっかり収納があって、換気扇もちょっとまだ工事中なんですけど、ついてます。で、右側ですね。はい、じゃあ電気つけますね。めちゃくちゃ広いトイレです。収納もありますか。ウォシュレットもついてます。でトイレットペーパー2つつけれますね。はい、じゃあ次行きます。設備です。追い炊きや、自動お湯沸かしですね。時計とか表示されますし、いろいろボタンがありますね。はい、続いて脱衣所と洗面台とお風呂ですね。ちょっとここまだ工事中だったりするんですけど、めちゃくちゃピカピカです。設備もしっかりしてますね。中はこんな感じになってます。洗面台も新品ですし、洗濯機置き場の上に結構広めの収納もついてるんで、何でも置けそうですね。はい、次行きます。ここ冷蔵庫置き場ですかね。コンセントが1、2、3、4口あるので何でもさせそうですね。はい、次メインのお部屋です。こちらはテレビモニター付きインターホンですね。はい、でここ結構広めのお部屋です。広めのお部屋で、エアコンもついて南向きですね。で日当たりもここはちょっと2階のお部屋になるんですけど、日当たりめちゃくちゃ良好です。で広めの収納ですね、お部屋についてます。でここに新品のエアコンが1台と、こっちがベランダですね。開きました。ではちょっと見てみてください。この魔法のステッキはなんと、ごめんなさい、いきます。室内干しができるんです。はい、今日ちょっとね、いつもと違って外じゃなくて中でエンディングなんですけど、こちらの P の桑田町の P のという物件なんですけど、来月から入居が可能となっております。はい、こちらの物件気になる方はぜひ下の概要欄から見てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。